どうも、台所の角南と土瓶です。はい、どうも、はじめまして、こんにちは、かまぼこと申します。はい、かまぼこさん。はい。いや、ここまで大変でした いね。や、大変でした。 今回初コラボということで。ありがとうございます。本当に楽しみです。いや、かまぼこさんね、登録者、どんどん増えていくじゃないですか。僕が見てからバーって増えたんですけど、50ぐらいやったんですよ、多分、僕が見た最と初お会いき。された時。はい。そう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 。いや、だからなんか自分のことのように ありが喜んでるんとうでごすざが。いま す。はい。今回ですね、まあどういう企画かと言いますと、まあ第2弾なんですけど、まだ世に出す前の動画なんですが、それを、まあ実況者の方に見ていただいて、まあ、私の動画を実況していただこうと、そういう企画なわけですよ。楽しみでございます。 はい。じゃあですね、早速見ていきましょうか。早私速。の動画ですね。はい。じゃあ再生お願いします。はい、再生いたします。今回ですね、私が思う最高の卵かけご飯 を。卵かけご飯大好きですね。入れ方ダイナミック。たらこ大好き。あ、ちょっと待ってください。ここちょっとしっかり見ていただきたいんですよ。はい。やらしい、やらしい、やらしい、触り方がエロい。これにはたらこもね、多分頬をあからめてますね。いや、何かの形を作りたかっこたれんはね、ですもけど、ちょっとう一ね、瞬でね、察しましたね、私。さすがにいけないんじゃないかなと思って、諦めました、ここは。はい。いや、大丈夫です。気づかない人は全く気づかないと思いあ、ま本す。当ですか。よかったです。まあ、気づく人は心が汚れておりますね。あ、ちょっとストップしてください。はい、これ、ちょっとストップしていただきたいんですけど、これね、すごく便利なんですよ。もしかしてご存知ないかもしれないです。まあ、ツイッターでね、ちょっと発な信るさほせていど。ただいたんですけど、これね、卵と黄身をね、瞬時に分けることができるという器なんですよね。セパレーターってやつですね。そうですね、これなるね、ほど。今回初めて動画登場しますんで、そうなんぜだ。ひ、はい、ここ注目して見ていただきたいですね。もう瞬時に分かれますんで。見たい、見たい、は見たい、見ます。い。では、再生お願いします。はい。ぐちゃぐちゃじゃないですか。 セパレーター鳴ってませんよ、これは。これは多分ね、さすがのセパレーターさんも無理ですね。まあ、そうですね。いや、僕もね、これちょっと食材を無駄にするわけにいかない。しかも手炎で上拭く。してしまいます。しはい。かも手で拭く、舌打ち。ここで僕学びました。あ、両手でしなければいけないんだと。慎重になってる、超慎重になってる。よし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 。 スあ、パこっレーかターらですもよね。安心ですね、これは。やっと本気が出せると、セパレーターさんも。そうなんです、そうなんです。瞬時に。これは素早いですはい。ね。そうですよ。すごい。俺でなきゃ見逃しちゃうねってやつですね。そうなんですよ。全然出ないんですよ、これが。頑張れ、セパレーター。頑張れ。やばい、押したい。めちゃめちゃ押したい。中から超押したい。無言で調理をするってす決めたごもいんムだ。ズムズしてきます、これ。関西人の私からすると。もうこれ、君をね、引っ張りたい。引っ張り殻たい。で分けた方が早いんじゃないかっ確かていに、間違いないですね。まだやってる。まだやってる。やった。でも今ちょっと気やっ持ちよたかっんですた。よ。今ちょっと気そう持でしちょ、よかっそうでした。ょ。フラストレーション超溜まってたから気持ちよかった。はい。でも僕これ使いたかっただけで一緒にするんですよ、実は。これはなんという、これで結構尺使いましたね。え、そうなんですよね。まあ、一番の見どころと言っても過言ではありません。はい、いいこれです白ね、いいだですしでね、すね。白だし。はい。最高ですね、白だし。もうすでに美味しそう。はい。まあ、目分量なんでね。いや、いい。はい。これ何だと思います？これ醤油では？醤油入れすぎでああ、は？牡蠣醤油なんですけどね。おお。はい。で、これは味の素ですね。味の素。入れすぎ、入れすぎ、入れすぎ、入れすぎ。やばい、やばい、アミノ酸。
酸超入っちゃったアミノ酸アミノ酸じゃないじゃん。あれ旨味成分ってアミノ酸じゃなくて、グルタミン酸でしょちょっとどかストップ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 、ちょっとしっかりしてください。あのボケは僕なんですよアミノ酸じゃなかった、カオコさんボケって捉えた、グルタミン酸だったそうですそうですいや、そうですね、僕のツッコミもさえ渡ったところで再開しましょうかそうですね、再生お願いしますちょっとね、若干色がやばいんですけどね、うん、なんかドス黒いなって思った、うん、はい、いやらしいタラコさんだあーもうすでにエロい、もうすべてがエロく感じてしまうもうエロさないんですよエロはもう終わったんですけどいやいいな、明太子入ってるの最高ですね、はい、いいでしょ、いいないいな、あーいいな、ドス黒い、いいな入れ方のダイナミックさがすごい意外とですね、うんうん、あの混ぜてみたらもうそこまでじゃなかったんです。でも確かに卵の黄身と合わさっていい感じかもしれませんね、はい、そうでしょう、はい、うんうん、うわー美味しそうだ、はい、そしてここでですね、はい、ポイントが一つあるんですけど、はい、やっぱりね、なんか器がこだわってる風に見せるためになるほどなるほど、洗い物をあえて増やしていくスタイルですね、そうですそうですいやでも確かにおしゃれに見えますね、SDGs なんて気にしていかないっていうこの方針なんでアンチ SDGs ですねええー、切れてるバターをあえてまた切るという、そうなんです、切れてるバターって言ってたからパッケージも切れてるのかと思ったら全然切れてないんですよねいや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 、これはさすがにびっくりでしょう、箱側も確かにびっくりしてるそうなんです、これは雪印さんに怒られるのではまあ雪印も過去にすごい失態を犯してますんでまあそこら辺にしてくれるでしょそれはね、はい、あの内緒ですね、大きな声では言えないやつですねとりあえず完成ということです、はい、うん、いただきます、うん、これはね、無言調理やから言って言わないわけにいかないわ、はい、はい、大事なことですね、まあ、ちょうどいい感じ、あーいい感じですね、いい感じだ、はい、まあ撮影ミスでほとんど映ってないんですけど見切れてましたね、ちょっと待てい、ちょっと待てい待て待てい本末転倒やから